長様、どこに向かうおつもりですか？待つ。それがしは過去にけじめをつけるため信長様を討つことにした。犬千代様、なぜお一人で行かれるのです？この松目も命を懸けてあなたを守ると誓いました。決して一人だけでは行かせません。二人で一人でございます。松、まるで尾張から逃げた時のようだな。かたじけない。よし、まずは再会の鬼に会いに行くぞ。はい、犬千代様。行くぞー。長宗我部殿、久しぶりだな。今日は頼み事があって参上した。おお、ずいぶんと他人行儀じゃねえかい。何でも言ってくれていいぜ。長宗我部殿、刑事のことを頼まれてくれないか。奴の子守はあんたたちの仕事だろう。それを俺に頼むた、どういう了見だ。それがしらは己の過去にけじめをつけんだため、信長様を討ちに行く。そうか、覚悟あっての頼み事ってことかい。あれ、こんなとこにネジが一個落ちてる。大丈夫？まだまだ、お星様が一つあるじゃねえか。目から塩水がこぼれてきやがった。目まぐるしい。それがお前たちの生き様か。我らの未来は我らが選ぶ。あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。そうか、信長様は最下殿にとっても立ち向かうべき過去なのかな。最下殿、信長様は私たちにも避けては通れない道。どうか任せてはいただけませんでしょうか。お前たちだけ魔王を打ち倒せる。勝てるかどうか、そんなことはわからない。
それでも行かねばならないんだ。それがしのけじめとは、置き去りにしてきた者を救うために。救う、我ら傭兵にはできぬことだ。仇討ちが地の底に眠る過去との対峙、お前を望むは遥か天国、未来に向かっているのかもな。トシ、サイカ殿、もしもの時は刑事の守るカナを何とぞ。あの男なら大丈夫だ、松姉ちゃん。トシ、我らの願いお前に託そう。あんた、鬼にちょっかい出しといてただで済むとは思っちゃいねえよな。俺からの選別だ。じっくり腕を磨いていきな。こいつに負けるようじゃ魔王なんて夢のまた言う。気合を合わせろ。松目の力お使いあれ。ペダゼ、これはいいな。槍ならしに使わせてもらうぞ。やってくれたじゃねえか。いいぜ、こいつを見て漏らしちまっても知らねえぞ。あっ、発進。こいつがうちの技術と最下の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。どうよ、魔王だってここまで怖かねえだろ。このバカでけえ恐怖に打ち勝ってみやがれ。すごいぞ松、ワクワクする大きさだな。おいおいおい、来た、ビビってくれねえと野郎どもに格好がつかねえぜ。さては何の何の、びくともしねえ。にしてももしものことなんて考えやがって。どうせなら鍛えてくれって頼みゃいいんだ。ああそうだな、片付けない。それがしのやっと体、この戦いで研ぎ澄まさせてくれ。メタメタしてこのフラジ食われてもに吹く風なんざ関係ねえ。波は、嵐は、俺が起こしてやるのさ。待たせちまったかい。魔王より怖え鬼のお出ましだ。調査壁殿、いろいろとありがとう。刑事のことよろしく頼んだぞ。命を捨てに行くのではないぞ。まず刑事、加賀、全ての宝を守ってみせる。いい目になってきたじゃねえか。どんな嵐の時もよ、その目のやつは必ず生き残るんだ。あんたたちには昔本当のお宝を教えてもらったからな。あんたの宝は俺が預かる。必ず取り返しに来いよ、鬼の股ざ。